米国株の朝のニュースです。おはようございます。2月の15日木曜日です。2月は2番目に悪い月。昨日は CPI インフレが強くて金利は急騰、ヒートマップは真っ赤になってしばらく調整が続くかなと思いきやね、なんだこりゃーということで、結構いい色になって1日で復活しちゃいましたね。経済が強くソフトランディング期待からの株の価値が見直されつつあるんじゃないでしょうかね。もうほんと強いですね。そして今夜は小売りの経済指標発表があります。消費は GDP の7割占めるので、ここがまた強いとですね、経済強さが継続ということになります。今日の1日の株価の値動きとしてはですね、強いですね。特に終盤ぐーっと3指数とも、上昇していって、特に今日は小型株が非常に強い一日となりました。毎日激しいんですが、ゆっくりゆっくりと、上昇していってるという状況ですね。はい、そして1月の S&P500 がプラスで終わった場合、その年もプラスで株価が終わる確率9割近いので、今年はもうほぼプラスと思われています。大統領選挙もありますしね、どこまでいつか行くかですけども、今日はライドシェアが激アツでした。もちろん AI 株も強かったです。このチャンネルでは米国株や世界経済に関するニュースを隅から隅まで見て重要部分をお伝えしています。新NISAの投資戦略にも役立ちますよ。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは米国市場にズームイン。はい、じゃっかじゃん。じゃあ今日の激アツからいきますけども、リフトです。昨日決算があって 35% 今日かなり上がりました。出来高も大きいですね。昨日の引け後10分間で、65% 一時上がっていたのがね、10% ぐらいに下がっちゃったという現象が起きたんですけども、これは調整後の EBITDA マージン拡大が2024年に向けて、500ベーシスポイントというふうに発表されたんですが、すぐに50ベーシスポイントですと訂正したからですね、 65% の株価がギューンと下がったんですね。5% が 0.5% ということですね。これはひどい間違いだったと CFO が謝罪したんですけども、おかげで一瞬でね、空売り勢全滅瞬殺させちゃったんですよね。これってペナルティないのかなというとこです。なければね、流行ったりしてというのがありますけどね。それでもね、決算自体も良くて、初めて通期でプラスのフリーキャッシュフローを生み出すと発表した後に、急騰ということでね、ライドシェアリングの需要、これはね強いですね。ちょっとね、これもの目つけてたんですけどね、乗り遅れちゃいましたね。はい、純損失は1年前の5億8810万ドルから2630万ドルに縮小ということなんで、かなり利益回復です。また先週は賃金の透明性に関する苦情が多かったので、ドライバーにはいろんな手数料を差し引いた後に少なくとも 70% の収入を保証すると発表していました。下期はだいたい時給 30.68 ぐらいドルぐらいで、ね、払ったということなんで、なんか、思ったよりもそんな高くはないんですけどね。売上成長率は 4% と低いのは少し気になりますが、かなりね、期待してきました。ウーバーもね、黒字になりますよとね、いう時からね、ぐわーっと株価上がったんですよね。はい、リフトね、今、結構ね、上がってきてますよね。はい、そしてウーバーもう一個ね、ライドシェアドドンと、これね 14.73% 今日ウーバーも上がったんですけども、こちらはですね、初めて70億ドル約1兆500億円ぐらいの、自社株買いを発表しました。収益性の改善とフリーキャッシュフローの増加が背景です。決算では3四半期連続で営業黒字となりました。純利益は、予想3億5120万ドルに対して、株の含み益などあったんですけどね、4倍くらい多い14億3000万ドルだったみたいですね。グロスブッキングが予想を上回った決算で、配車や宅配サービスも好調でした。PER はね、今 91.6 倍と高いんですけども、まだ利益が少ないからですね。年末にはね、利益が EPS が 37% 成長して、この PER58 ぐらいまで低下してくるんじゃないかとね、予想されてるんで、もしかしたら、今がね、また買い場かもしれません。すごい、ちょっとね、チャートが立ってきて怖いですけどね。はい、じゃっかじゃん。じゃあ次なんですけども、次はね、相変わらずの、
AI フィーバーですね。はい、NVIDIA 今日も 2.46% 上昇となりました。昨日はですね、ちょっと下がったんですけどね、マイナス 0.17%。NVIDIA ですね、ついに Amazon の時価総額抜いて、これは火曜日ですけどね、上回って取引を終えたんですけど、今日はね、一気にね、Google も、抜いてきたと、ね、いうことですが、最終的にはですね、まあ、微妙に、まだ Google が上回ってない。あ、抜いた、終わりね、さっきまでね、負けてたんですけど、こうグイーンとちょっと上に上げて、NVIDIA がね、上に来ましたよということですね。はい、4ビリオンぐらい。抜いたということですね。3ヶ月で 50% 上がった NVIDIA、 Google は 6% しか上がってないですね。はい、というような、状況なんですけども、ごぼう抜きとはね、まさにこのことですね。そして SMCI ね、こちらもあの AI 特需でデータセンター関係で上がってますが、こっちのチャートね、さらに恐ろしい角度になってますが、アフターでも今 1% ぐらいまた上げてね、 11.25% 今日は上がっちゃいましたよ。さすがにちょっとね、いくらなんでも買われすぎゾーンかというとこなんですけどね、まだこれでもね、割安か、まあ、ちょっと微妙かもしれないですね、そろそろですね。はい、まあ、来週ね、NVIDIA は決算があるんで楽しみですね。予想より少し悪かったら、まあ、これ上がってた株バーンと叩き売られちゃうのがね、常ですけども、 NVIDIA の場合はですね、そんなに下がらないかもしれないですよね。CEO も最近の発言、見通しは明るいというようなね、こと、データセンターの出費とかもね、まあ、みんな出してくれて倍ぐらいに5年ぐらいではなるだろうとね、いうことも言ってましたんで、NVIDIA がね、もしもね、これ大きくこけた場合はですね、ちょっと恐ろしい事態になるかもしれません。今株式市場全体を引っ張ってるのが、NVIDIA ですからね。はい、ということで、もう一個ね、ジェットコースター AI 株、まあ、AI のど真ん中ではないんですけどね、 ARM ですけどね、決算でね、48% 上がって、ここでも29% 上がって、その次マイナス 19% で、今日また 5% 上がったと、ね、いうことで、 ARM こちら間違いなく割高なんですけども、まだ強いですね。そして、ね、こんなコラムも、出てましたね。ARM 株法外な高値を維持できそうなわけとかいう、ロイターさんの、記事なんですけども、まあ、今 AI アプリもね、データセンターの設計に ARM のチップ省エネなので使いたいと考えている顧客ね、多いですよね。そして新しいチップがかなりね、ロイヤリティ高くなるよということでね、期待されてます。そして ARM のね、 PER とアナリストが想定している営業利益率、これが 45% になるには25年3月、まあ、1年後までに売上倍増させる必要があるんですが、こちらはですね、意外と達成できそうにね、なんかないらしいんですよね。半導体設計の、契約者数、まあ、これ ARM のね、契約、ARM と契約してる会社増えてるんですが、ライセンス収入って結構不安定で予見が難しいみたいで、大半の企業はもうすでに契約済みということだから、ちょっと売上倍は難しいんじゃないかと、ね、いうことですけども。そして、ソフトバンクグループ 90% 株式保有しています。不動株ね、非常に少ないので、あんまり動かないのかなと思いつつ、不動株が少ないと逆に結構乱高下するらしいんですね。そして、3月12日の、ロックアップ期間明けにですね、まあ、孫さんがこの株売るかというとね、 ARM 株のをこれをですね、借り入れの担保として活用したいみたいというような、内容でしたので、非常に割高な感じはねしますけども、このまま上がっていくんでしょうかね。はい、ちょっとまあ市場がピンチになった時には真っ先に売られるかもしれませんが、強気維持ならね、まだまだ、上がっていくかもしれません。そして、今 AI のね、ブーム、まあ、バブル化しそうな勢いですね。昔のドットコムバブルのような感じですが、AI ブームの足を引っ張るにはね、まあ、この人ということでね、SEC のゲンスラー長官ですね。この方が AI 活用の雇用、活用の誇張について、
上場企業に警告と、具体的な説明を求めますと、仮想通貨 ETF もですね、徹底的に規制しようとしましたが、結局承認になりましたね。まあ、バブルがあるところに原すらありというところで、SP500 の企業の 40% がこの SEC への年次報告書で AI に言及していました。AI に言及する場合、具体的に何を意味しているのかを明確にすべきだとね、指摘。まあ、そりゃそうですよね。誇張することで投資家を欺く AI ウォッシングはダメですということで、規模の経済とネットワーク効果で AI プロバイダーの集中化はほぼ確実に起こるとゲンスラーさん見ていて、数千もの金融機関が同じ AI モデルを使用する場合にですね、ちょっと偏りがね、危ないよということで、懸念しているということでした。はい、AI 適正にですね、規制は、必要ですよね。ちょっと確かにですね、行き過ぎると、危ない面があるかと思うんで、うまくですね、誘導していってほしい分野ですね。はい、今後の人類ね、AI、ものすごく、影響してくると思いますし、今ね、経済が強いのにソフトランディングできるのは、やっぱりこの AI による、なんていうか効率化ですよね。ここが、大きいと見られています。はい、じゃあ次はですね、金利ビックスなど見ていきますけども、こちらはですね、住宅ローン金利30年なんですけども、今は 6.64 となっていて、ちょっと下がってるんですが、6.87 にまた上昇しましたよという記事が、出てまして、2ヶ月ぶりの高水準、為替介入、ということで、非常にですね、住宅、また経済強いので復活してきているとね、いうような、状況ですね。はい、そして、次はですね、金利なんですけども、金利、昨日はね、大きく上がったんですけども、今日はちょっと戻して、すべての金利低下、そして恐怖指数 VIX も、ブユーンと上がったんですがね、今日は 9% も低下して 14.39 となっています。ドル円は、動かず150円と、超えてまして 150.6 ですね。為替介入してもドル買いの絶好のね、会話を提供するだけな、状況と現在、なっていますんで、これはこのままね、ドル円上がっていて、最初150円びっくりしましたけどね、もしかしたら160円に全くびっくりしない時代がね、近い将来、やってくるかもしれませんね。はい、そして今日の指数は、結局どうだったかというとね、ダウがプラス 0.4%、 SP500 プラスの 0.96%、 ナスダック総合が 1.3%、 そして、小型株がね 2.44%、 ラッセル2000結構上がってますね。はい、そして、金利の、FOMC の政策金利予想はあまり変わりませんが、6月利下げのまま5回の、利下げ年内予想となっています。恐怖と欲の指数は昨日の68から上がって、またエクストリームグリード近づく73と、なっています。はい、じゃあですね、ここまで見ていいね、チャンネル登録まだの方はですね、ぜひともよろしくお願いします。はい、このね、 Google スプレッドシート、毎週、決算記事をね、セルに埋め込んでいますんで、気になる方は概要欄からどうぞ。ものすごく効率よく市場全体が、把握できるね、構造となっていますよと。はい、じゃあ決算の値動きを、バッとね、見ていきますと、昨日の引け後の決算、Airbnb、今日マイナス 1.7% でした。決算ね、そんなパッとはしなかったですけど、悪くもなく、どっちかというと、若干いいかなぐらいでしたけど、下がりましたね。アップスタートマイナス 19.6%、ちょっとガイダンスが悪くて、これは決算ガチャしなくてよかったです。はい、そしてリフトね、35% 上昇、おめでとうございます。MGM ね、これホテル、6.2%。最近ちょっとホテルが元気なくなってきてるんで、ちょっと旅行業界に一時めちゃめちゃ強かったですけどね、ちょっと
心配なところですね。あと住宅のジローね、こちら好調になってきたみたいで 7.7% 決算後、上昇となりました。そして寄り付き前、今日はソニーの決算がありましたけども、マイナス 4.3% プレイステーションの、売り上げ予想なんかがね、2400万台から2100万台でしたかね、結構あの下方修正みたいになってたので 4.3% 売られたのかなというところですが、まあ、生命保険とか銀行などの金融事業を手掛ける子会社ソニーフィナンシャルを2025年10月に分離して上場させるという発表もありましたね。そしてちょっとねまだ見れてないんですが、あの今日はアップラビン、あの今広告などがね結構 AI 使ってうまく刺さってるんじゃないかと、モバイルアプリゲームなどね提供してますが、今日ザラバで 2.27 上昇してますが、アフターでやりました、これは、はい、13.08% 上昇ということですね。はい、よかったよかった、これは持ってますね。はい、そしてあとアンテロ、こちら天然ガスですけどね、価格が今下がりまくってる天然ガスですが、アンテロの方はこうアフターで一応 2.2% 上昇みたいですね。はい、じゃあ今朝はとりあえず簡単ですけど以上です。はい、ジャッカジャン、じゃあ復活した市場を、パッとね駆け足で、見ていきますけども、全セクターいきますね。はい、恐怖指数は、大きく下がりましたが、1週間では 12% も上昇しているということですね。はい、14.38 となっています。金利はまあ1ヶ月で 5% ほど上がってきてますよと。はい、今日はドルは、ちょっと昨日強かったですけどね、今日は下がってますね。はい、ドル指数横ばいだったかなと思います。ビットコインとイーサリアム非常に強い、もうこれね、日本円建てで史上最高値、ビットコイン777万円いったということで、21年の11月以来ということですね。はい、半減期も近づいていてね、財務的背景を持たない仮想通貨、すごく強い。なんで上がるんだと言われると、まあ、ストーリーとかね、そういうのになるのかなというとこですけども、便利といえば便利なんでしょうかね。特に、法定通貨が弱い国なんかは使いどころがあるということですね。はい、そして、FRB を信じない人たちも、仮想通貨に行くということですね。1週間で 16.5%、 半減期は4月の予定でしたね。はい、でここにねちょっと原油とか上げましたけど、原油はマイナス 1.5%、 インフレはねこれ52週安値付近なんでね、順調にこれ下がってきてるという状況になってますね。はい、そして、ハイイールド投資的確、社債ですね、ハイイールドは的確じゃないですわ、ハイイールド社債が、高値付近というところに今いますと。投資的確債も、今日は 0.4% 上昇ですね。指数はもう強い、ただねラッセル2000小型株、ナスダック100、1年で 41% 上昇に対してまだ 3% しか上がってませんので、今年は大統領の年、非常に小型株強いので、上がるとはね思います。はい、そして、今日はグリーンですけども、中国ね、深セン 3.2% 上昇して、アメリカ時間では CF7% も上がりましたが、非常に厳しい、ニュースも、出ていますね。こんなニュースね、香港の重大住宅団地、春節連休中4日間ですかね、これ販売ゼロですってということで、これ2010年以来の、記録、もうゼロ初めてらしくて、ちょっとかなり冷え込んでるところですが、まさかここが会話の一番下ですかね。はい、そして今日インドとかねサウジとか軒並み上昇してきてますね。この中ではトルコがインフレ率 65% ぐらいあると思いますけど、非常に、強いですね。オールグリーンで貫き通してます。はい、セクター ETF は、アークのねゲノムとか破壊的イノベーション、この辺がめちゃめちゃ今日強い。そして、地銀の3倍ブルなんかも、今日また、復活してますね。もう激しいですね、この辺はね、5.6% 上昇。そしてセクターは結構ね、この高値付近に来てるセクター多いですね。今日は半導体 2.3%
ということで、かなり強く取り返してますね。あとマグニフィセント7はアップルだけが売られましたけど、あのビジョンプロ出してますが、ザッカーバーグさんがあのビジョンプロについて、メタのクエストの値段はね、こう7分の1の値段で、まあ、もっとね YouTube とかね使いやすいですよとね、ゲームとかもいいですよということを言ってて、調査会社のあとねアップルの iPhone についてですが、調査会社コンシューマーインテリジェンスっていうところが過去12ヶ月で、アメリカの iPhone 購入者の 13% が、Android に乗り換えたと発表していますと、22年の 15% より低いけど21年20年の 11% は上回っているということですが、まあ iPhone に乗り換える人もねいますし、 iPhone 収益は、697億ドルで、決算ではね、あの前年同期657億ドルから一応増えてはねいますし、シェアね、あの一番世界で一番売れてシェアが大きい、携帯電話に、ね、なってましたね。はい、次はね NVIDIA はまあまあ強いという状況で、今日は小型株強いので AMC 一気に来てますね。はい、あとはまあまあまあ強い、コインベース 14% 上昇と、決算のちょっと入れておきますから、2月15日、明日ですね、引け後に決算で、アップラビン今日は良かったですね、決算明日上がります。はい、ズームインフォは決算後めちゃめちゃ上がって1週間で今 18% 上昇となっています。はい、スーパーマイクロは1週間で 30% 近く上昇、サイバーセキュリティオールグリーンですね。はい、このセンチネル1もねちょっとこう赤で、クラウドフレアとかもねもちょっと持ってますけどね、この分野も、楽しみなところだと思っています。半導体、上昇、 ARM、今1ヶ月で 85% 上昇、3ヶ月で 133% の上昇となっています。はい、AI 企業も、強いですね。このサムサラなんかも、順調に伸びていくかね、今決算ね結構売上と EPS ずっとクリアしてるんでね、楽しみだなと、昨日ですね思いました。あ、今日かな。はい、1年で今 120% 上昇のサムサラですね。そして、新興国も今日全部上昇ですね。よしよし、いいぞいいぞ。はい、そしてライドシェア、めちゃめちゃ強いぞと、1ヶ月で Uber 24% とかね、リフト 31% など上昇してます。1年ではね Uber 125% も上がってるんですね。はい、ストリーミングももう今日はもうどこもかしこも上昇。はい、住宅ジロー決算で 7.8% 上昇です。そして、次はね、ジョンソン&ジョンソン今日下がってますけども、あの当初寒いところで、ちょっとただれちゃったりする治療薬として初めて、アウルミンというのがアメリカで承認を得たと発表がありましたが、ちょっと今日は下がってますね。今痩せ薬ブームでこのねイライリリーとノボノルディスクがめちゃめちゃ強いですね。はい、もうこうぶっちぎりの2社、上昇率が半端ないというとこです。はい、そしてブリストルマイヤー今日 0.4% 上がりましたけども、130億ドル記載ということですね。投資適格債9本を記載予定、長いのは40年ですが、アメリカの国債を 1.6% 上回る利回りということなんで、ちょっと利払いなんかすごい大変そうですけどね。はい、今日は上がりましたよと。はい、あと今日ショットはこれ毎日もう上がったり下がったり激しいですね。今日は 20% 上昇、1ヶ月で 65%、まあ1週間ではひどいけど、まあトータルで上がってるのでいいかというとこですね。はい、ゲノム強いですね。で、ここら辺から輸送とか製造とかから、まあちょっと元気、まあ上がってますけどね。ハイテクよりかは弱いかな。航空とクルーズも今日はじわーっと上がってます。ホテル、レストラン、旅行が、ちょっと、まあ決算もあってね、弱いですね。このマリオットホテルも1週間で 5% 下がってるんですよね。はい、店舗系は強いな。オン、ここ非常にねいいですよね、オンね。まだ時価総額もちっちゃいですね。はい、そしてこれ新しくね入れましたね、この LVMH もここもね今後、フォローしていきますよと。はい、で電気自動車は中国の EV が今日は上がりました。いつもひどいんですけどね、今週は好調となっています。はい、そしてあと自動車
は、そんなに動きなし、金融は、上昇となってますが、モルガン・スタンレーが、ですね、資産部門で数百人減らすということです。従業員数は8万人で1年前から2400人減ってますと。今日はプラマイゼロとなりました。あとフォードね、あのイギリスのホワイトカラー3000人ストライキの可能性に直面ということで、この前ね、あのUAW のストがアメリカだったんですけど、今度イギリスみたいでね、これはちょっと大変ですね。でフォードはね、この PR なんか高いんですよ。 11.7 倍もあってね、トヨタよりもね高いって一体どういうことだろうとね思いますけどね。はい、という状況で、今日は生活必需品などは、下ですね。コカ・コーラ、ペプシ、ちょっと、そんなに元気ない1年間だったんですね。これコーラね、1年でマイナス 1% なんですよ。なんででしょうね。はい、素材は、上昇、エネルギーは、どっちかというと、はい、上昇となります。はい、じゃあ今日は以上で、明日はですねちょっとお休みになりますんで、よろしくお願いします。すいません、また土曜日やりますね。明日はエアバスあるんでね、楽しみですね。それとジョン・ディア、これもね農業でトラクターとかね、スターリンクと提携しますとかもねあったし、 RPRX キャッシュフロンボースター最近好調です。ドラフトキング、コインベースめちゃめちゃ調子いいですね。ロック、トレードディスク、アプライドマテリアルの、決算があるんで楽しみですね。はい、じゃあ今日は以上になります。いやー、米国株って本当にいいもんですね。それでは皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。